はい、皆さんこんにちは。福岡方チャンネルです。南翔と、はい、こちらのチャンネルではですね、福岡方の様々な情報をできるだけ分かりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、ということで、本日もグルメネタです。本日ご紹介するのはですね、ランチビュッフェになります。本日ご紹介するのはホテルジャルシティ福岡天神さんに入っているカフェコントレイルさんですね。はい、それでは早速行ってらっしゃい。はい、カフェコントレイルさんなんですけども、場所はですね、住所的には大名になってるんですけども、まあ赤坂と言っても差し支えないですね。もう赤坂の交差点からすぐです。で、なんだったら、最寄り駅はですね、地下鉄赤坂駅になるんですけども、この地下鉄赤坂駅のこの階段ですね、登ったらもう見えてます。はい、この左手に見えてるですね、ちょっとなんか、おしゃれな感じの建物ですね。こちらがホテル、ジャルシティ福岡天神さんですね。で、こちらの1階に、カフェコントレールさんが入っている感じになります。はい、で営業時間なんですけども、細かく分けられてて、朝ごはんですねが、6時半から10時です。でラストオーダーは9時半ですね。なのでこの宿泊されている方もですね、おそらく多分ここで朝ごはんを食べられると思います。で、ランチが11時半から14時半ですね。で、ラストオーダーは14時になっています。で、あのカフェタイムっていうのがあるんですよ。で、これが14時から17時までになっています。ラストオーダーは16時半ですね。で、あとディナーですね。ディナー、夜ご飯は、17時から21時半になっています。ラストオーダーは21時ですね。で、ちょっと注意なんですけども、コース料理だけはですね、ラストオーダーが20時半までになってますので、ご注意ください。はい、で中なんですけども、あ、ここはですね、またエントランスなんですけども、あの入り口がですね、外側にもあったんですけども、この日はですね、中側の入り口からの入場になったんですけども、あのめちゃくちゃね綺麗です。っていうのもこちら、あのジャルシティさん、2021年の3月にオープンしてるんですよ。だからまだ3年しか経ってないんですね。だからめちゃくちゃ綺麗です。で中のですね、あの雰囲気もなんかすごいモノトーン調な感じで落ち着いてる感じって感じですね。で、あのめちゃくちゃ広いんですよ。多分ね、座席はね100席以上あったと思います。なのであのね、かなりゆったりできるんですけども、一応ですね、あの予約をされてから行かれた方がいいと思います。あの待ってる方もちょっといらっしゃったぐらいで、あの時々混み合うので、まあ、その点はご注意ください。はい、でメニューなんですけども、完全ななんかフルビュッフェな感じじゃなくて、あのセミビュッフェっていう風にあの書かれてたんですけども、まあ、お好きなメイン料理をですね、1品もしくは2品注文されて、で残り、他のですね、例えばそのスープとかサラダとか、あとアペタイザーとかですね、あとパンとかですね、そこが、食べ放題になるような感じになります。で、あのこんな感じでですね、あのアルコールもあの頼めますので、まあお昼から飲みたい方もですね、全然ありだと思います。でセミビュッフェだったんで、まあメイン以外の、あのお料理は、まあ、そこまですごくないのかなと思ってたんですけども、めちゃめちゃすごかったです。あの種類もすごく多くて、あの入れ替わってるんですよね。だから最初あったやつが、まあ、なくなっちゃうこともあるんですけども、まあまた違う料理が運ばれてきたりとかするんで、あのそういう点ではですね、あ、いろいろ楽しめるなっていう風な感じでした。で、あのドリンクももちろん、いろんな種類がですね、飲み放題になってますので、まあね、お値段にしてはかなりいいんじゃないかなと思います。で、私のですね、一番最初これです。あのベジファーストなんで、サラダとパンからいただきました。で、ビュッフェの内容なんですけども、まあ、メインを頼んでたから、まあ、食べ放題のそのビュッフェの方のメニューは、まあ、どうなのかなと思ってたんですけども、めちゃめちゃクオリティが高かったです。あの、こんな感じでですね、生ハムメロンが出てきたりとか、あとまあ、ビュッフェにある、いつもあるピザとかもあったし、あとあの、エビチリとかも置いてあったんですよ。あ、すごい珍しいなと思いながら食べてて、あとこちらはですね、スモークサーモンの上に、クラッカーの上にスモークサーモンが乗ってるやつ、ね、だからまあ、お酒のあてって感じですね。とか、あとあの、一旦ね、料理が終わったら、あの、別のものに入れ替えてくれるんですよ。で、違う味がまた楽しめるっていう感じで、あのね、非常にね、面白かったです。あの多分僕このセミビュッフェっていうタイプ初めてだったんですよ。だからどんな感じなんだろうと思ったんです。あ、なるほどねと思って、よかったですね。パンの種類もすごい多かったんで、すごい楽しめました。はい、
で、先ほどご紹介し忘れたんですけども、奥さんが食べた、小指を添えた冷たいトムヤムクンのカッペリーニと、ハモのフリットですね、はい、これもね両方ともすごく美味しかったです、はい、でカッペリーニ冷製パスタって、まあ、カッペリーニじゃないですか。でトムヤムクンと思ったんですけども意外と合いましたね。あ、美味しいと思って。で今いただいてるのがですね、ハモンセラーノとコンソメの冷製カッペリーニ、レモンとマスタードの香りですね、はい、これは私が頼んだ分になります。これもね結構ね意外と量があったんで、あれもしかして一品でもよかったかなと思う感じでしたね、はい、でこちらもう一品頼んだんですけども、糸島豚ロース低温調理ブラックペッパーとビネガー風味っていう風になってたんですけども、すごくないですか2500円でこのクオリティのものが2品食べられる上にスープとかめちゃくちゃ食べ放題なんですよ。だからあれなんか結構お得だなというふうに思っちゃいましたね、はい、味もねすごく美味しかったです。で今回このコントレールさんをあげたいなと思ったのが、以前アナさんの、お店、アナクラウンプラザの方ですね、のお店をご紹介させてもらったと思うんですけども、まあこんな感じでですね、ホテルをいろいろ紹介したいんですけども、部屋紹介って僕できないんですよ。泊まらないんで。なので、こういう感じでご飯のご紹介をするような形でですね、紹介していけたらいいなというふうに思って、まあ他にもですね、ランチビュッフェとか、やってるところがあったら行きたいなと思ってます。で、今食べてるのがですね、この日、僕は一周ずっと回って、一番美味しかったと思ったものを集めたものです。このね、かぼちゃのポタージュだったと思うんですけども、このポタージュめちゃくちゃ美味しかったです。もう何杯も結局ね3杯飲んだかな。これだけでねかなりお腹いっぱいになった感はありました。はい、ごちそうさまでした。美味しゅうございました。でランチはですねラストにデザートがついてきますので、デザートまでいただいて、コーヒーもですね、コーヒーメーカーが置いてあるので、自由におかわりできます。はい、という感じでいかがだったでしょうか。日光さんの方もですね、確かランチビュッフェやってるんですよ。だからそっちもいいかなと思ったんですけども、まあちょっとね、アクセスがすごくいいっていうのと、まあ最近できたっていうところでちょっと見てみたかったんで、機会があったらですね、日光さんの方もね、行ってみたいと思います。で、今ですね、ちょこちょこ僕はホテルのですね、ランチビュッフェとか、モーニングビュッフェ、回ってるんですよ。で、何件だったかな、溜まったらですね、出しますんで、それをですね、ちょっと、楽しみにお待ちください。で、一軒はですね、ちょっと泊まろうと思ってるんですよ。意外となんか、お得に泊まれるなっていうのがあって、ちょっとまだね、予約はできてないんですけども、そこはちょっとね、僕はすごい泊まってみたいっていうのもあってですね、あんまりちょっと高いところは泊まれないんですけども、良さそうなところがですね、結構お得な感じで泊まれるなと思ったんで、そこはね、ちょっと泊まって、まさにですね、解説をしていきたいなというふうに思ってます。はい、ということでですね、本日は、カフェコントレールさん、ホテル、ジャルシティ福岡天神さんに入ってる、カフェコントレールさんのランチのご紹介でした。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。